こんにちは。ラブリータウン生駒の時間です。この番組は生駒市で行われた催しやトピックスなどをお伝えする生駒市の広報番組です。毎月1日と15日の2回更新して、さまざまな情報をお届けしています。それでは今回の内容をご紹介します。今回は2月22日に開催された市民憲章の集いの様子と、2月25日に行われた第3回奈良まつりの模様をお送りします。そして特集コーナー、街を元気にする達人たちでは、リポーターの山本愛子さんが生駒市内で活躍されている人やお店を訪ね、知恵や技術、地域との関わりなどを伺います。どうぞお楽しみに。では初めの話題です。2月22日コミュニティセンターで市民憲章の集いが行われました。はじめに主催者を代表して、生駒市民憲章実践推進協議会の安原会長が、市民憲章を道しるべに住みよい町生駒を作りましょうと挨拶。続いて小紫副市長、井上市議会議長が、それぞれの分野で生駒市の発展に貢献いただきありがとうございますと感謝の意を述べました。表彰式では環境美化活動や青少年の健全育成など、長年にわたって市民憲章実践に取り組んでこられた市民7名と4つの団体を表彰。さらに市民2名に感謝状が贈られました。また市民憲章の1番目の項目、自然を愛し人と自然が共生する美しい街を作りましょうをテーマにした標語の入選者発表も行われ、田原口小学校3年生の一方志咲さんら4名が最優秀標語に選ばれました。おめでとうございます。この後舞台では西畑町の景観保護に尽力されている生駒棚田クラブ代表の出口康弘さんによる記念講演が行われました。生駒棚田クラブでの活動、そして自然との共生の大切さが語られると、その熱い思いに会場からは拍手が沸き起こっていました。生駒市民憲章は環境、福祉、人権、スポーツ、教養文化の5つをテーマに、みんなの夢が叶う街を目指して定めています。市民一人一人の心を合わせ、生駒を関西一魅力的な住宅都市と誇れるようにしたいですね。では続いての話題です。2月25日第3回奈良まつりがコミュニティセンターで開かれ、市民活動推進センター奈良ポートに登録している56のボランティアグループと NPO 団体が参加し、それぞれの活動を PR しました。キッズ&クラフトコーナーでは、子育て支援グループカルガモの会による親子で手遊びや、グリーンボランティア生駒宝の里によるクラフトが行われました。そして NPO 法人生駒国際交流協会による世界の楽器を集めた展示ブースでは、珍しい楽器を実際に触れることもでき、皆さんその音色を楽しんでいました。こちらのちょこっと体験ちょこっと紹介コーナーでは、手話サークル樫の木による手話体験や、
生駒市難聴者福祉協会による筆談体験、その他にもライトフレンズ生駒による盲導犬使用者のお話も行われ、盲導犬の役割やハーネスをつけているときは仕事中なので声をかけたり触ったりしないでほしいというお願いを子どもも大人も真剣に聞き入っていました。今回のララ祭りは参加団体の皆さんによるアイデアが多く盛り込まれ、クイズに答えるスタンプラリーなどもあり、大人も子どもも会場をくまなく回って楽しんでいる様子でした。